はい、どうもシアンです。つむぐロジック続きからやっていきます。つむぐロジック、シュヤロジック、意味がわからないね。あれ、ちょっと長いぞ、読み込みが長いぞ。前回の続きで、まあ、とりあえずね、読み込み中だから語らせてくれ。前回終わったし、まあ、ログインもらっとくか。俺初心者じゃないんだけどな。もうストーリー網羅したけども、ね、わあ、大家さん。前回の続きで、あの先輩がなんか先走ってたよね、確か。止めなければ。いきますよ、第6章。あ、エンディング入っちゃったんだよな。選択肢ミスって。じゃどうしようか。エンディング成功した手でやっちゃおうかな。平和だったと、うさんくさいだったから、8をちょこっと見ようか。待ってね、これで選択肢までちょっとパパッといこうか。いいえ、そうだな。で、でも、で、ちょっと待ってね。そういえばシークさん、そろそろ新作出すかな、また。あ、でも、黄昏ホテルからつむぐロジック出るまでにどんぐらいあったかな、期間。1年。あ、でも1年ぐらいだった気がするな。あ、そしたらまた出るかもね。うさんくさいと、平和だったかダメだからわからないにすればいいんだっけ。イベントを一回見ただけじゃわからないですよ。そうか、じゃあ4つにもうちょっと身辺調査を。もう嫌ですよ。ミレイさんに友達がいる理由もわかったんですから、もういいでしょ。いじめじゃないって確証はあるのか。ないですけど。4つ筋、まだ調査を続けてくれるなら40万払う。高、俺ならやるかも。カンニングのために2万円で試験監督を買収した。そういえばいたな、そんなやつ。つかさつかさだろ。どうだ ?40 万。そりゃ、ことこちゃんも悩むよな。ことこちゃん、別に悪いことに加担しているわけじゃないんだから、続けたら。そうですわよ。それで40万がいただけたらラッキーですわ。うん、わかった。もうちょっと続けてみるよ。まあ、でもここでお金に揺らぐあたり、ちょっとどうなんかなとか思ったりするよね。助かるよ、四つ筋。太っ腹、お前がな。太っ腹なのは野崎の方だろ。そういえば、この男も旅行サークルだっけ。焼肉をおごってくれた小池先輩に40万円を支払うという野崎。あ、今なんかつなげちゃったね。なんか区切りどころおかしかったわ。旅行サークルは金持ちばっかりなのか。わ、これもね、またね、後々のフラグの一種なのかもしれないね。知ってる人はなんか、あーなるほどって思うよね。ちなみにこれバッドエンドはね、確かかなりバッドなエンディングだった。なんかうーわーって感じ。まあもし余裕があったら見るかな、見ていくかも。午後の授業は上の空で受講していた。全く授業に集中できなかった。つむぐ、お、体調が悪いのか。昼頃からずっと浮かない顔をしている。いやー別に。ミレイが学生時代にコトコちゃんから言われた言葉が忘れられない。俺に陸上部を勧めた時の文言とほぼ同じだった。そうなんだ。俺は彼女にとっては特別ではないけれど、俺にとっては特別な言葉だった。彼女が陸上部を勧めてくれたからこそ部活仲間ができたし、ゆうちゃんに出会えたんだ。この温度差ったらないね。つむぐさん。お、サリー。サリーが急に立ち上がる。私たちも四つ辻さんのお手伝いをしましょう。メイクフレンズがどんなサークルか調べるのです。俺たちは40万もらえないけど。関係ありませんわ。サリーはどうしてそこまで躍起になるんだ。目の前にある悪事の可能性を見過ごすことができないだけですわ。サリーは警察官とかになった方がいいかもな。いいえ。あら、私はジム希望です。このブーって顔が可愛いよね、サリー。二人で頑張れ。俺は興味ない。どうも。つむぐさん、サークルについて聞き込みをいたしましょう。あ、探索開始だ。トーマが本当についてきてくれない。寂しいんだけど、トーマ。ミレイについて。そうだな。つむぐの言う通り、彼女には自分のスタイルがある気がする。それで他人からダサいと言われようが別にいいだろう。トーマかっけ。もうかっこいいよね、マジ。大人だよね、トーマ。彼女はクイーンビーだろう。女王蜂ってことだよな。どういう意味？学校で人気者ってことさ。あ、俺もそう思う。分かってねえなーっていうあの顔だよね。メクレンズについて。わからないな。ただのサークルに見える。お前は入りたいと思うか？特に思わないが、友達を作るためだけのサークルを否定する気はない。気持ちはわかる。まあ確かにな。トーマもつむぐもな。サリーも。だって、
きっかけがなかったら友達にだってなれなかったしな。そしたらずっと一人だった可能性だってあるわけだしね。移動。あ、違う。ちょっと待って。バック。移動。オープンスペース。あ、誰？あ、いた。シュン。こいつ好きだ、俺。シュンも好き。あ、つむぐだ。あと佐藤さんだ。ウィース。私をご存知ですの？うん。うちの学部で知らない人はいないんじゃない？目立つもん。っていうか、つむぐと佐藤さんと桜井くんのトリオは有名だし、まあ、目立つよな。え、なんで？近寄りがたいって。まあ、しょうがないよね。うん、多分俺も近寄るのは躊躇する。でも、近寄って友達になりたい。まあ、3人のこと知ってるからだけど、メイクフレンズについて。シュンはメイクフレンズってサークル知ってるか？ああ、女の子たちが何人か騒いでたね。イベサーでしょ。女の子はどんなサークルだって言ってた？インカレーサークルらしくてさ。インカレ？リーダーは N 大の法学部の人で結構イケメンなんだって。インカレサークルってことは結構な規模なんですの？もうすごいらしいよ。ナイトパーティーとか。何？興味あんの？いやー別に。お、新しい情報が。メイクフレンズはかなり大きなサークルみたいだな。旅行サークルについて。旅行サークル楽しいか？うん、楽しいよ。野崎って人もいるよな。この前会ったんだけど。ダメおちゃん。4年なのにまだ就活やってないんだよ。羽振り良さそうだよな。小池先輩も羽振りいいし、金持ちが多いのか？野崎の金銭事情は知らないけど、ふみ先輩はお金持ちだよ。稼ぐのがうまいんだよ。株とか仮想通貨とかもうまくやりくりしてるみたい。すげえよな。どうだサリ、収穫はあったと思うか？有益な情報が見つかったとは言えませんわ。つむぐさん、お、他の場所に行ってみましょう。はーい、じゃあ行こう。もうぜひな、今あとつむぐロジック実況だけで済ませずにね、見てほしいな。やっぱ急所以降がまあなかなか、あれ、また探索パートかな。え、サリに引っ張られて連絡階段までやってきた。すぐ葉が誰かと電話をしている。何してんの？今日は起きれた。あ、よかったな。朝ごはんは？お、調子いいじゃん。じゃあ今日はももかんとこに行ってもいいか？ほんと？オッケー。なんか買ってくわ。あ、目があった。こちらに気がついた。俺たちに向かって手を払う。あっち行けってことだ。冷たい。ここは退散した方が良さそうだ。マジ？なんかあからさまに話しかけてくれオーラのシルエットなのに。じゃあ違うとこ行こう。誰もいないよ。あ、普通の男子生徒に話しかけられた。メイクフレンズ？俺の友達が入ってるけど、アメとムチらしいね。どうしてですか？グッズ販売のノルマがあるって聞いたよ。グッズを売らないと可愛い女の子が来るイベントに参加できないんだってさ。でもノルマを達成するとパラダイスなんだって。可愛い女の子と連絡先交換したり、一晩楽しめたり。俺も入ろうかな。下心満載。アメとムチか。結果重視の世界だな。まあ、でも結果を出してそれを評価してもらえるってのはいいことなんじゃないだろうか。まあ、裏に何があるかは知らんけど、あなた。あ、メイクフレンズね。私入部できなかったんだよね。え？なぜですか？なんでだろう、画面偏差値が低いせいかな。なんちゃって。そんなこと。嘘嘘冗談。でもね、最初にアンケートみたいなのは書かされたの。今思うと、あれって書類審査だったんじゃないかな。書類審査？人を選んでるのかもしれないよ。しかも美男美女は即入部できるって話だし、やりさじゃないかもしんないけど、出会い系かもね。なんか物騒な話ばっかだよな。サークルに入るために書類審査。何のためだ？あ、終わった。で、これでまたすぐはに話しかけられんのかな。おい、いい加減話そうぜ。電話中だ。邪魔しちゃ悪いな。何？つむぐ、まあ、あとやることねえぞ俺。サークルと、移動する。誰も増えてないよ。大門先輩や司には今でいつでも質問できるし。大門先輩と司の絡みがね、ないんだよね、これ。つむぐロジック本編に、ほとんど。そこがちょっと寂しかったなーって。なんだかんだね、あの3人結構いい感じなんだよ。あとどれ、これ何調べたらいいか覚えてなさそう。え、あ、違うね。動画広告はいらんすね。別の人？サークル等でもう一回話聞いてみる？あなた。可愛い女子とパラダイスして。え、済みましたね。連絡階段。
あれ、スガハが変わった。さっきまでスガハがいたところに女子がいる。結構可愛い。すみません、今メイクフレンズってサークルの評判を聞いて回ってるんですけど、何か知りませんか？私元部員だよ。メイクフレンズに入りたいの？え、そんな感じですわ。おすすめのサークルだよ。誰でも簡単に入れるし、就活があるからやめちゃったけど充実してたよ。グッズを売ったりとかもしているそうですね。あ、でも強制じゃないから、たくさん売るとボーナスが出るらしいけどね。ボーナス？パソコンとかビール券とかもらえるの。売り上げトップだと電動自転車とかホテルのスイートルームとか泊まれるらしいよ。あからさまないね、報酬豪華すぎるよね。へー、かぶった兵が。青春だったよ、楽しかったな。二人も入るといいよ、おすすめだから。メイクフレンズ、俺だったら入ってたかも。え、青春か。俺も在学中に青春したいな。大丈夫だよつむぐ、諦めんなって。結構話を聞けたんじゃないかな。そうですわね、人によってサークルの印象も違うみたいですわね。舌が回ってないですわね。俺は掲示板に貼ってあるメイクフレンズのチラシを見た。おお、いいねこの歌い文句、あからさまに怪しい。君は一人じゃないよ、すぐに友達ができるよ。魅力的なフレーズですわね。私もつむぐさんとトーマさんに出会えなかったら、こういったサークルに入っていたかもしれません。素敵な友達できてよかったな、サリー。私、ミレイさんの気持ちはよくわかります。自分で友達を作ることができない人間にとってありがたいサークルですわ。でも結局サークルに入ったところでお友達なんてできませんの。自分が変わらない限りは。それはサリー自身の経験からの意見か。はい、そうか。トーマさんには偏見だと言われましたが、たこ焼きパーティーの時に感じた違和感は見逃せません。もしメイクフレンズがミレイさんの心を踏みにじるようなサークルだったらと思うと怖いのです。おっと、来た。メイクフレンズはそんなサークルじゃないよ。お、来やがったぞあいつがね。これもね、言いたいけどストーリーにのっとって進行していくからネタバレしないぜ。今11、12、13か。はい、これで3つ目だね。でも一個一個のストーリーがちょっと長いかも。今回は振り向くと見知らぬ男が立っていた。誰だ？メイクフレンズは純粋に友達を作るためのサークルだよ。どなたですか？男はニコニコと微笑んでいる。整った顔をしているけれど、あまり印象に残る顔立ちじゃない。僕は N 大4年の林、メイクフレンズの代表だよ。それはどうも。君たちはメイクフレンズを危険なサークルだと思っているみたいだね。危険だと思っているわけじゃないです。危険かもと思っているんです。それはあんまり違いがないと思うけど。林と名乗った男は俺とサリーを寝踏みするように見る。なんだその目は。近々ちょうどいいイベントがあるんだ。誤解を解きたいから、ぜひうちのイベントに来てよ。林は自身の財布からチケットを2枚取り出して俺とサリーに渡した。チケットを見ると、会場を間違えた、船長パーティーと書かれている。集合場所は四日市だ。きっと来てね、コンビナートも見られて楽しいから。林は優雅に手を振って去っていった。余裕しゃくしゃくだね。どう思います？自分はハンサムだと思ってそうな男だな。まあハンサムだしな。いえ、パーティーのことですわ。行きますか。もうつむが恥ずかしい。このパーティーって金曜の夜だろ。俺地元の友達と会うんだよ。そうなんですの？サリーは一人で行くんじゃないぞ。分かってますわ。さすがにそこまで無鉄砲ではありませんもの。意外と素直。行くって言い張るかと思ったのに。手に入れた情報はコトコちゃんに報告しておくよ。はい、お願いいたします。私のわがままに付き合ってくださってありがとうございました。サリーはペコリと頭を下げた。素直すぎて怪しいよね。彼女は俺が想像している以上に友達作りに苦労していたのかもしれないな。よし、授業も終わったし今日は帰るか。お、これソーセさんに会えるんじゃん。久々に大家さんにも会える。紅葉さんもいるかな。14、この14で今回は終わろうかな。うん、許してちょ。お、たきくん。お、ことこちゃん。あ、たきくんお帰り。は？大学から若葉荘に帰ってきたら、ことこちゃんが出迎えてくれた。お、その隣では創生がもぐもぐと和菓子を食べている。なんでことこちゃんが？焼肉屋の件で創生さんにお菓子を持ってきたの。ちゃんとシラフの時にお礼が言いたくて。酔っ払う時はひどかったからね。ああ、そういうことね。
俺も何も俺は全く覚えていないんだよ。だからただ単にコトコが俺を声太らせようとしているとしか思えない。そう言いつつ綺麗に和菓子を食べている。食べ終えている。やばいぞ今日。日本語が抜ける。俺の分はあるんだろうか。そうだコトコちゃん。ちょうどいいや。メイクフレンズのことなんだけど。え？俺はサリーと集めたメイクフレンズの情報を話した。話すにつれてコトコちゃんの表情がどんどんと曇っていく。それはどういうサークルなんだろうね。まあ、いかがわしいよね。間違いなくコトコちゃんは絶対に採用されるよ。部員のランク付けがされてそうだな。ランク付け？ああ、最下層は上層に貢ぐ。中下層は最下層から搾取してトップに貢ぐ。トップはただ貢がれる。創生はどう思う？いいサークルだと思うか？組織的なサークルなんだろうな。いいか悪いかは部員が判断するだろ。現に元部員は青春だったと言ってるんだろ。言ってたね。うん。得するのも損するのも自己判断、自己責任さ。あんまり関わり合わない方がいいかもね。ちょっとめんどくさそうだもの。ありがとう。お礼言われちゃった。ちょっと嬉しいね。たっくん、いろいろと調べてくれてありがとう。佐藤さんにもお礼を言っておいて。でもこれ以上は詮索しないでいいからね。俺も引き際だと思う。ことこちゃんも野崎に報告してさっさと報酬をもらうといいよ。うん、二人はこんなチケットをもらったんだね。俺が林からもらったチケットをことこちゃんがまじまじと眺める。そして今度は時計を見ていた。私、もう行くね。え？もう帰っちゃうの？先輩たちと食事会があるから。人気者は忙しい。いいね、友達が多いって。羨ましい。見送りは不要と言ってことこちゃんが部屋を出て行った後、俺は盛大にため息をついた。悩みでもあるのか、青少年。いや、いいお兄ちゃん。ほんと、創生さん好き。創生さんと、紅葉さん、いやでもやっぱ創生、うん、創生だな。創生と、でいっぱい好きなキャラいるわ。一中のあの子が遠いんです。うん、そうか。なんだこれ。足つなぐ。やべえ、ここまで来て読めねえ。ってことでもないが、下宿先にも来てくれるんじゃないか。彼女にとっては、俺は特別じゃない。お友達の一人に過ぎないんだよ。ほんと青春してるね。生涯のパートナーは彼女かもしれないと思ったんだ。でもきっと違う。俺の思い込みだ。まあ向こうはお前の行為に気がついているだろうな。うん。それでも彼女からは何もアクションを起こさないってことは、お前に本当に興味がないか、あるいはも待っているか。おお、待っている。ああ、お前からのアクションをだよ。そろそろ蹴りつけたらどうだ。え、告白ってことか？告白ってどうすんの？紅葉さんから教えてもらったのはハイレベルすぎて無理だったんだよ。お前はどうやって告白とかすんの？まあ、創生さん、そういうのを悩まないからね。勝手に女の子が寄ってくるっしょ。記憶をたどるように創生が遠い目をする。ないな。はい？告白したことがない。気がついたら彼女がいたから。モテる男は羨ましい。はい、役立たず。僕でつむぐがキラッキラしてるからね、目が。いいね、やっぱこの二人の関係がいいね。ということで今回はここまでとさせていただきます。まあ、じっくりダラダラやっていこうぜ、ツームグロジック。はい、それではシアンでした。またね。